王冠ヘルデンベルゲルは、スウェーデンのトランペット奏者、マルメ出身。8歳の時に、父親から誕生日プレゼントとして、トランペットを贈られたのを機に、地元のボーニルソンについて、トランペットの学習を開始。15歳で、フンメルのトランペット競争曲でデビューする。その後パリ国立音楽院に入学し、ピエール・ティボーに指示。さらにロサンジェルスで、 トマス・スティーブンスらからも指示を受ける。パリ、ロンドン、ジュネーブ、ミュンヘンなどの国際音楽コンクールを制覇し、早くから地上で最高のトランペット奏者やモーリス・アンドレ以来の大器との呼び声が高い。バロック音楽や古典派音楽のレパートリーによってビルト・オーザとしての名声を速やかに確立するとともに、現代音楽の作曲家に多くの新作を移植してきた。 ソリストとして世界各地で演奏活動に取り組んでおり、1989年と1998年に来日した。ありがとうございます。